カイティー文字は、インド北部でかつて使われていたブラーフミー系文字。デーバナーガリーと同じナーガリー系の文字だが、より筆記体的であり、グジャラーティー文字と同様、文字上部の横線を書く。他のインドの文字と同様、左から右に書かれるアブギダに属する。かつては北インドの主要な文字の一つだったが、現在ではデーバナーガリーによって淘汰された。カイティ文字は、初期ナガリー文字から派生し、 今のビハール州及びウッタルプラデーシュ州東部で用いられた。本来はカーヤスタという初期階級によって用いられる文字だった。カイティー文字はかつてボージュプリー語とマガヒー語を表記するのに用いられ、マイティリー語とアワディー語の表記に使用される文字の一つでもあった。また、ビハールとベンガルの法廷ではウルドゥー語もこの文字で表記された。時には、 周辺のベンガル語やマールアーリー語をこの文字で表記することもあった。イギリス領インド帝国時代の1880年にはビハール政府の公式の文字となり、活字も鋳造されて公文書や教科書が印刷されたほか、キリスト教宣教師も使用した。20世紀半ばまでにデーバナーガリーの使用が拡大し、カイティ文字を含む北インドの地方文字の多くは衰退した。 2009年のユニコードバージョン5.2で、追加多言語面の U プラス1080、U プラス 110CF に追加された。ありがとうございます。